郷有沙は、北海道別海町出身のスピードスケート選手。山梨学院大学卒業。伊予鉄スピードクラブ所属。ピョンチャンオリンピックに出場して、女子500メートルで8位入賞を果たした。3歳からスピードスケートを始める。ホテルを営む自宅の前にスケートリンクがある環境で育った。小学5年生からは、スピードスケートとショートトラックの両立に取り組んだ。 高校の時、親元を離れて、白樺学園高等学校に進学。しかし、高校時代は、3年生の時に出場した、全国高等学校総合体育大会で、女子500メートルで4位になった以外は、目立った成績を残せなかった。そのため、専門学校に通って、次の道を探そうとパンフレットを眺める日々だったとのことだが、逃げるのか。 もう少し頑張ってみないかと父が熱心に言い続けてくれたことで思い直して山梨学院大学へと進学する。大学で川上隆監督に出会う。大学では再びスピードスケートとショートトラックの両立に取り組み安定したカーブ技術を培った。大学では2010年の日本学生表情競技選手権大会で女子500メートル、女子1000メートルで 大学生2巻になるほどに成長。川上監督曰く、体格的には決して恵まれていない。その分、練習でも常に全力だった、小さい体でも当たり負けしなかったという。しかし、実業団から声がかかることはなく、川上監督のつてを頼って、山口国体に向けての山口県の強化選手を2年間、務める。その後も、 帯広市内の会社の支援でさらに2年間競技を続けたが2013年のソチオリンピック代表選考会は女子500メートルで5位にとどまりオリンピック出場は叶なわなかったもうちょっとなのになとずっと悔しい思いをしてきたこのまま続けていても成績が出るかどうかもわからないもうやめた方がいいのかなと現役引退を真剣に考えるほどに落ち込んだが恩師である 川上監督が、もう少し頑張ったら、五輪に行けるぞ、まだ追いつけるよ。応援してくれる人もいるからと励まし続けた。そのような時に、山梨学院大学の OB で、愛媛県スケート連盟理事長を務める井上、清隆が声をかけて、競技をやめようと思っていたけれど、周りが、もう少し続けたらいけるんじゃないかと応援してくれた。ぴょちゃんまで頑張ってみようという気持ちに変わってきたと、 再起を決心。2014年から愛媛県のスポーツ専門院に採用されて、同時に伊予鉄グループの伊予鉄スピードクラブに所属することとなった。所属先を愛媛に移してからほどなくしての2014年、ナショナルチームの一員に選出された。ナショナルチーム入りしてからは、課題であるパワー不足の改善のために、スクワット、自転車トレーニング、 一日五食の食トレなどに取り組んだ。トレーニングの成果により、筋力数値が年々上がり、それまで細かった体ががっちりした。氷を蹴る力も強くなった。スタートからの200メートルが良くなった。さらに、そこからのラップも出せるようになったという。2017年1月28日の愛媛国体の女子500メートルで優勝。2017年2月21日。 札幌冬季アジア大会スピードスケートの女子500メートルで37秒735で3位になった。アジア大会での活躍を受けて同年3月30日、マナガオエヒメスポーツ賞を受賞した。里にとって愛媛はいつしか第二の故郷になっていた。遅咲きの才能はピョンチャンオリンピックを迎えるシーズンで開花する。2017年11月12日、 ワールドカップのヘーレン・フェーン大会での女子500メートルで37秒88で3位になり、自身初めての国際大会での表彰台に立った。この大会をはじめ、ワールドカップでは出場5試合のうち4試合で表彰台に立った。MW で開催された代表選考会では500メートルで37秒40で2位、1000メートルでも3位に入り、 30歳にして自身初めてのオリンピック出場を叶えた。ここまで時間はかかりましたが、やっとオリンピックの舞台に立てる。今までスケートでいい環境を揃えてくださった方々にも感謝を伝えたい。諦めないでやってきてよかったと意気込みを述べて、ピョンチャンオリンピックでメダル獲得を目標に掲げた。決して平坦ではなかった道のりを乗り越えてのピョンチャンオリンピック本番では、 500メートルと1000メートルの2種目での出場になり、特に女子500メートルでメダル候補と呼ばれるほどにまで成長した状況で迎えた。自身1種目目の女子1000メートルでは1分15秒84で13位。そして本命と位置づけた女子500メートルはリアイバナと同走であった。しかし結果は37秒67で8位。入賞は果たしたが、 目標としたメダルは0秒33の差で届かなかった。試合後のインタビューでは、スタートしてからは無心で何も考えられなかった。あっという間の500メートルでした。力は全部この舞台で出し切れたのかなという思いと、これがオリンピックなんだなという気持ち。タイムを見て悔しさしかなかった。目標にしていたメダルには届かなかったですけど、すいません。 たくさんの方に応援していただけたので少しでもこの舞台で滑っているところを見てもらって良かったと思いますと溢れてる涙をこらえきれなかった一方で支えてくれた人々に感謝の言葉を述べた2018年3月23日所属先のある松山市で開かれたピョンチャンボリンの報告会で現役引退を表明したが2019年3月27日 現役復帰を表明。2020年11月13日、北海道帯広市の明治北海道と勝ちオーバルで開催されたスピードスケート全日本選抜競技会帯広大会第1日の女子500メートルで38秒28を記録し、2018年ピョンチャン五輪金メダルの小平奈央礼美王礼に差で破り、優勝した。ありがとうございます。